トベアーティストと高級コスメブランドの夢のコラボ。エンタメと美容の融合が新たなトレンドを生み出す。ナンバーアンダーライン・アイヒラのショーが語る YSL 美容液の魅力。ファンも注目する美意識発信。滝沢秀明が設立したトベという新しいエンターテインメント会社は、その創造的なアプローチと革新的なビジネス戦略で、美容業界とエンターテインメント業界の両方で注目を集めています。 特にトベが手掛けるアーティストと、名だたる高級化粧品ブランドとの提携は、業界内で大きな話題を呼んでいます。このユニークなコラボレーションは、エンタメと美という2つの異なる世界を結びつけ、まさに、美の象徴としてトベを位置づけることに成功しています。この記事では、トベのアーティストがどのようにして美容業界と手を組み、新たなトレンドを作り出しているのか、その背景と影響を深く釣りしていきます。 まず、戸辺のアーティストとして注目されるのが、平野省三宅犬、神宮寺勇太、岸優太らが活動するグループ、ナンバーアンダーラインアイです。彼らは単なるアイドルではなく、ブランドアンバサダーとしても活躍しています。その中でも特に話題となったのが、平野紫が高級化粧品ブランド、イブ、サンロラン、ボーテ、YSL のアジア初のアンバサダーに就任したことです。 彼がアンバサダーとして選ばれたのは、日本の男性アイドルが世界的な美容ブランドの顔になるという、新たなステージを切り開く瞬間でもありました。YSL は、このキャンペーンの一環として、ワイルドポスティングというストリートジャックキャンペーンを表参道、原宿で実施し、平野賞を起用した広告は、日本のストリートカルチャーと高級ブランドの融合を象徴するものとして、若者たちの間で大きな話題を呼びました。平野が紹介した、 キュアショットナイトリチャージセラムは、YSL の人気美容液の新バージョンで、彼のプロモーションによってさらに注目を集めました。このコラボレーションは、単なる広告にとどまらず、彼自身のライフスタイルや美意識を反映させたものとなっており、ファンにとっても非常に魅力的なコンテンツとなっています。彼の影響力は、美容業界においても無視できない存在となりつつあり、この成功はトベと YSL の双方にとって大きなプラスとなりました。 さらに、トベはコスメデコルテやローラメルシエとも積極的にコラボレーションを展開しています。2023年11月に YouTube で配信された「トベ版」という番組では、コスメデコルテとのタイアップ企画が放送され、ブランドの高級感とトベアーティストの魅力がうまく融合したコンテンツとなりました。このコラボレーションは、ライブ配信という形式を取り入れ、リアルタイムで視聴者とコミュニケーションを図ることで、 より親近感のあるプロモーションを実現しています。視聴者は単に商品を紹介されるだけでなく、アーティストが実際にその商品を使用する姿を目の当たりにし、まるで友人と美容について話しているかのような感覚を味わうことができました。このように、戸辺のアーティストが美容ブランドとコラボレーションする背景には、エンターテインメントと美が深く結びついているという現代のトレンドがあります。特に日本では アイドルや俳優が美容やファッションの象徴となり、彼らが使用する商品はすぐにトレンドとして広がることがよくあります。これまで美容業界の広告は主に女性をターゲットにしてきましたが、戸ベの戦略は男性アーティストを起用し、男性も美を追求する存在であるというメッセージを発信しています。この新しいアプローチは、従来の美容広告の枠を超え、より多様な視点を提供しています。また、三宅健と、 ローラ・メルシエのコラボレーションも注目されています。三宅健は、戸部の中でも特に成熟した魅力を持つアーティストとして、彼のビジュアル、ストーリーやインタビュー動画は、多くのファンだけでなく、より広い年齢層の女性たちにも響くものとなっています。ローラ・メルシエは、1996年にニューヨークで設立されたブランドであり、2016年から資生堂グループの一員となっています。このブランドとのコラボレーションは、 日本市場におけるブランドのさらなる定着と、三宅県という個性を生かしたプロモーションとして、非常に成功したと言えるでしょう。戸辺のこうした戦略的なコラボレーションは、エンタメと美容の融合を新たなステージへと引き上げています。そして、この傾向は今後も続くことでしょう。エンターテインメント業界において、美は単なる外見の問題ではなく、自己表現やライフスタイルの一部として捉えられています。 アーティストが自らの美意識を通じてファンとコミュニケーションを取ることは、より深いレベルでのつながりを生む要素となっており、その影響力は計り知れません。さらに、トべの成功は他のエンタメ事務所やアーティストにも波及し始めています。日本のエンターテインメント業界は、今後さらに多くのアーティストが美容業界とのコラボレーションに参加することで、エンターテインメントと美容の境界がますます曖昧になっていくことが予想されます。 これは単にビジネス上の戦略ではなく、現代の消費者が美に対して持つ価値観やライフスタイルの変化を反映しているとも言えるでしょう。消費者はますます自分自身の美を大切にし、それを日常生活の中でどのように表現するかを考えるようになっています。こうした背景を踏まえ、戸ベはエンターテインメント業界の新しいリーダーとして、さらに進化を続けることでしょう。戸ベのアーティストたちが美を追求し、 それを発信していく姿は、彼ら自身のブランド価値を高めるだけでなく、ファンにとっても美の意識を高めるきっかけとなっています。例えば、平野昌雅 y s l の美容液を紹介する際、その使用方法や効果についても自ら体験したことを語り、ファンにとっては非常に説得力のあるプロモーションとなりました。このように、アーティストが単に商品を紹介するのではなく、実際に使い、その効果を実感しているという点が、 トベのコラボレーション戦略の鍵となっています。トベが今後どのような新しいコラボレーションを展開していくのか、業界全体が注目しています。特に、美容業界は常に進化し続けており、新しい製品や技術が次々と登場します。トベは、このような変化に対応しつつ、エンターテイメントと美の融合をさらに深めていくことでしょう。例えば、 今後は AI やデジタル技術を活用した新しいプロモーション手法が登場するかもしれません。ライブ配信や SNS を通じたリアルタイムのコミュニケーションはすでに多くの成功を収めていますが、これに加えてバーチャルリアリティや拡張現実といった新しい技術を取り入れることで、よりインタラクティブな体験を提供できる可能性があります。さらに、トベのアーティストたちが世界的な舞台で活動を展開する可能性も高まっています。 日本国内にとどまらず、アジア全域、さらには欧米市場でもトベの存在感が増していくことでしょう。特に、YSL のようなグローバルブランドとのコラボレーションは、トベが国際的な舞台で活躍するための重要な足がかりとなっています。これまで日本のエンタメ業界は、国内市場に重きを置いてきましたが、トベはその枠を超えて、世界に向けて日本の美とエンターテインメントを発信していく存在として期待されています。 総じて、戸部がエンターテインメント業界と美容業界の橋渡し役を果たしていることは明らかです。滝沢秀明のビジョンに基づき、アーティストたちが美を通じて新しい価値を作り出し、それをファンや消費者に伝えていく姿勢は、他にはないユニークなビジネスモデルを形成しています。この流れは、今後も続き、戸部とそのアーティストたちは、ますます多くのブランドとのコラボレーションを通じて、 エンターテインメントと美の新たな可能性を切り開いていくことでしょう。